はい、久々にみどりちゃんと、はい、ここですね。はい、何元気しと元気です。最近カメラの前では見んけど、はい、今日は、はい、まあ、何の話っていうと、はい、まあ、今人事やってるじゃん。まあ、人事系だよな、採用とかどっち系とかお手伝いしてると思うんだけど、はい、まあ、ちょっと動画でもちょこちょこコメント欄がまあバチ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 ごちゃ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 言ってくるもんで、ごちゃ、一つ、まあ、人が辞めたよね。そうですね、動画の編集が一人辞めて、まあ、まあそこはまああえて触れん方がいいのかなと思ったけど、まあ、まあネタになれば話じゃないかなって。はい、まあ、本人もすごい頑張ってたしね。うーん、で、まあ、もう一人辞めたわけじゃん。はい、辞めるか。はい、まあ、それは また若い子だよな、入ったばっかの子で。若いですね。で、まあ、コメント欄に、まあ、よくそのまあ経営者が悪いだとかなんだとかこんだとか、まあ、いろんなの書いてあるわ。はい、で、まあ、一つね、まあ、今日は俺、まあ、ちゃんと話をしようと思って、なんか最近社長がなんか狂っとるとかなんとかこうとか書いてあるだろ結構そうなんですか。ちょこんと書いてあるなってで、俺は何も気にしてないの、そんなこと。はい、で、まあ、まず一つ、まあ、こうやって動画見てる人ってね、あの9割の人はやっぱ会社員、あの会社員、サラリーマン、サラリーマンっていう言葉使った方がいいかな。サラリーマンって勤めしてる人がサラリーマンっていう風にじゃなくて、はい、でうちでもそう、じゃあサラリーマン的発想あると、まあ、早く5時長くなって、あ、早く仕事終わらんかなみたいな、毎日毎日なんかダラダラやってる人と、はい、ああこの会社にとって一つでも何か貢献できたらなって、その会社にとってっていうよりはなんか仲間だよね。そういってない、会社におって社長はこうやって言うで、まあ、ちょっと頑張ってみようかなとか、はい、お前に言ったら1年だよな、まあ、はい、この間言っとったよな。で、俺はまあ多くの人はそういうサラリーマン的な考えかなと思う。それはもう会社も悪いとかいろんな意味もあって、はい、だけど会社はさ、一つ、まあ、本当に大きな感じが、あのコメント欄のそういう人たち、サラリーマン的な考えの人たちが一つ、あの一番最初の原点に戻らなかったのは、これ10人になって100人になって200人になるからみんなわからなくなるんだけど、はい、そもそもは、はい、もし俺が一人で誰かからお金もらうってことは、この人を幸せにしなきゃいけないわけよ。はい、でこの人を見てお客さんを向いてなきゃいけないわけで、これだんだんさ、会社って10人になって20人になって30人になってくると内側しか見えなくなるでしょ。あんなひどいこと言ったらダメとか、こんなひどいこと言ったらダメ、あんなこと言ったら人が辞めてくるとか、だから俺はそもそも、俺よく社員も言うじゃん、辞めてくかどうかは別にどうでもいいよ別にって、はい、だけど、ね、昨日も勉強会でもその話だったよね、まあ、辞めていいとかいう話じゃないですよ、はい、だからだん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 人が増えてくると仲良くなってる、内側で、あ、内側同士も、いや、それもう社長に内緒にしとくわとか、はい、結局でもそれってだんだんほころびが出てきて、サボってる、サボってるっていうのも姿勢だな、まあ、最低限のことやってるかもしれない俺からしたら、はい、ね、サボってないのかサボってるかも俺から見たらそれは緩いと思うんだけど、だから別に俺は辞めてく人、まあ、何回もこれは言ってるけど、あの俺が会社の中を見て優秀な人材、ね、一生懸命頑張ってる人たちが、はい、会社にとって必要な、この子すごい会社の先頭を立ってやってくれてるなっていう人たちが辞めてく会社であったら、それは良くない、あの赤信号、はい、何もやかに対して男が、違いません、もう男が、違います、もう男できたか、お前一年ちょっとやったぐらいで、ほら、違います、スーッと、今視聴者の皆様、違います、男が、違います、ああ、いい話しとんだわ、ブームちょっと、またこれ炎上すんなって分かっとんだわ、だって9割の人がそう言ってたから、はい、だけどうちの会社ってさ、まあ、見て、本当5割、6割ってそういう人じゃない、逆に、いい人じゃない、あ、サラリーマンじゃないじゃん。そうですね、確かに、でも、うん、俺は意図的に、まあ、もう別に帰りたかったら帰れよとか、じゃあそのいい意味でね、はい、別に そんなルールないと思うんだ、例えばお腹痛かったら病院行けばいいし、だから病院行ったからって、お前今日病欠だぞとか、うん、意地悪上司おるじゃん、サラリーマン上司でサラリーマン社長、はい、だからサラリーマン上司サラリーマン社長でも最悪だよな、だけどうちはもうみんなそのやっぱ経営者従業員、経営者リーダー、うんうん、経営者の持ってるから、あの、はい、まあね、よくしよう、それはまあその自分のそばにおる人たちでいいと思うんだけど、もちろんお客さんだけじゃなくて職人さんで、事務だったら今そうだよね、職人さんとか営業のサポートだからお前ってもね、はい、事業本部だもんさ、戦争して、ね、戦ってくれてる人たち、さらにここでゲームやっとるけどさ、たまに目がそっちの方行って、あ、気になってんだなと思いながら責められとるなと思って視聴者の皆さん、
まあ、まあいい話しとるけど、まあまあでも本当にまあコメント欄書くのが自由だしあれだし、まあまあね、あまり心のないことだったら消しとるし、まあそれは一つの意見だなって、それを読んで勇気出して、ああ明日からまた頑張ろうって、はい、この人たちよりはいいやって、俺も怒るけど、まあそれはそうだ、レベル10だってねえもんで、俺でもまだ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 だと思ってね、はい、ゲームやっとるけど、わあやっちゃったなゲームやってるけど、面白いことしてるね。まあ今うちで、まあ、辞めた子に対して、はい、俺は厳しくしようつもりない、思ったことはみんな言うし、はい、みんなじゃないじゃん、俺全部じゃ思ったことを、って怒鳴り散らさんでしょ別に。そうですね、YouTube とかでやってるように見えるけど、はい、だからやっぱ伝えていかなきゃ、成長させてあげなきゃいけないし、まだまだレベル君ここだよっていうことは俺伝えてあげなきゃいけない、俺伝えてるつもりだけど、はい、だけどね、やっぱ辞めて普通だと思うんだわ会社なんて。うん、だって人間だから、俺とお前が合わないと同じじゃん。そうですね、みんな会う人ばっかじゃんじゃん、はい、でうちなんか特にそうじゃん、もう面接したらみんな入れてるみたいなもんじゃん顔見るとまあいいや、もう明日が来いみたいな感じになるよ基本になるよ、まあそういう人もいます、ね、うん、だからまあ俺はそれでいいと思ってるし、もちろん、うん、お前ら大卒はちょっと厳しいよな、新卒採用でやってるもんで、結構100人の中から選ばれてるみたいな感じだよな、はい、うん、だからまあね、中途採用って結構、まあ、ノリで入れるというか、まあまあいいや、もうとりあえず来いよって言って、まあいいとこ伸ばしゃいいなと思っとるから、はい、うん、だからってなんか別に肩にはめるつもりもないし、はい、いいとこ伸ばしたらいいし、だけどまあ辞める辞めないは別として、はい、辞めてくからどうとかいいとか、社長が悪いとか誰かがリーダーが悪いとか店長が悪いとか、俺はもうそんなことどうでもいいんだけど、はい、お客さんのことを考えてないのやっぱいかんことだよね、うん、伝えんと、はい、うん、例えばお客さんに怒られる、はい、うん、なんで俺がね、例えば管理なのに職人さんがやったことを俺が謝らなあかんのって、じゃあ謝らんでもいいよ別にって、でもお客さん困ってたらそこを救うのが仕事だから、はい、そこを救いなさいよって、はい、うん、じゃあ職人に怒るのか、うん、一緒に謝りに来いよって、謝りなさいよって、ちょっとおかまみたくしゃべり方になってるけど謝んなさいよあなたってあんた謝んなさいよって言うのか、はい、自分が謝ったのか、まあ、問題解決してあげなきゃいけないでしょ。そうですね、それは俺も経営者としてじゃん、はい、社員が「おお、まあ、お客さんの方向いてねえだろ、何やってんだよ」って、うん、でもすぐ会社なんか傾いちゃうでしょそんなことやってたら、はい、特にまだ民間じゃん、で紹介ビジネスで飛び込みで本当の営業マンじゃないじゃん、はい、飛び込みで取ったりとかさ、うん、訪問販売みたいにね、はい、取るわけじゃないから、お客さんから紹介紹介で来るみたいな会社だからさ、はい、だからそれが大きいから、そんなことしたらたちまちうちの会社なんか評判が悪くなっちゃうでしょ、はい、でそれをやっぱ俺はね、まあ、そこそこねお値打ちなお値段で、うん、宣伝みたいになってるけどそこそこお値打ちな値段で、はい、想像を超えるサービスがあるから、はい、あそこの塗装屋さん良かったよとか、まあ、家の近所なんかよく出てるじゃん、うち。そうですね、一軒あるとその周りとかが1年後2年後3年後にあるだろう、あります、なんか最近近くのとこでやっててみたいなのを聞く気がします、うん、だろう、はい、俺もよくあるの、これね、なんかあの現場の撮影動画行って俺も全然知らなくて、やっぱ社員なんて分からんじゃん、はい、で目の前のまんじゅう屋さんを撮って、ああよかった俺もまんじゅう屋さんでいい人ぶってあどうもとか言ってちょっとまんじゅういただけますかって言って、はい、いやですよこうですよって喋っとったらさ、なんか職人さんだろって俺はあの格好してるじゃん、あいや僕、まあ、社長なんですよって、あ社長って、私あんたうちの塗装もしたんだよってで、まんじゅういっぱい買ってきたから、これ。で、ちょっと、あ、じゃあもうちょっと多めに買ってきます。そうそうそう。最初、3000円か4000円分買って、はい、あ、もう5000円分ぐらい買ってきますわ。だから、うん、と思う。で、まあ、それを、まあ、一つは、まあ、これ、経営者の人が聞いてたり、勤めてる人が見てたり、うちの社員が見てたりして、はい、そのコメントに左右されてほしくないなっていうのを伝えたいな。それ何って言ったら、青木ってさ、これが YouTube になるのかな、ちょっとなるかどうか分からないけど、現場行って、一人親方やっとるじゃん。はい。顔つき全然違うやん。はい。二十歳だよ、あいつ。はい。で、勤めとった時はそうじゃん。ちょっと雨が降りゃ倉庫でみんなたむろして、毎月人気が20人、30人、倉庫で掃除やっとるわけよ。はい。まあいいやん、別に雨で20人、30人かけて、まあ5人で、3日入れば15人なんでね。うん、
7人8人ベトナム人もおるもんね、8人で3日入りゃ8歳24なんでね、はい、あのね、4、50万経費かかるのもいいわ、そこでもなんであんな汚えんだって、はい、毎月30万40万50万かかっとんのにリンクが、はい、でそう怒ったわけでしょ、はい、でやっぱ染めん時はそうじゃん、あ今日雨降るなと思ったらちょっと30分早めに来て日報切ってシステムだよね、はい、でビッてやって雨降ったで10時に帰ろっかとかまあそれでそういう会社ってまたじゃあ10時まではなんか2時間だとか、はい、まあうちはやってないけどそこまではになっていくわけじゃん、で逆の方に動くわけよ、はい、だから俺はもうそういう会社作りたくないからあんまり、はい、じゃあルール営業も数字ノルマこれやんないとダメ、これだから俺はみんなが経営者的に考えてお客さんを幸せにさせることを中心にやっぱ考えたらさ、やっぱ数字になってお客さん騙したりさ、職人もそうじゃん、数字になってたらさ変なふうになってくじゃん、はい、でもそれを悪い方に捉えて怒られんことを、はい、緩いことやるじゃん、で自分勝手なこと言っとるやつもおるじゃん、はい、でお前それは違うんでしょって、あそうそう青木の話なんだけど、そうやってやってたんだけど個人事業主にしてやったらやっぱね、仲間に応援頼んだりするもんで、はい、やっぱ雨が降りそうな日は頼まんとか、あ昼の休憩はガソリンエンジン切って日陰でご飯食べるとか、はい、やるわけじゃん、でえ、はい、俺言ったお前らもさってコメント欄にもう社長やりすぎだ言いすぎだって言って、そうだそうだって思っとっただろって染めておいてくれて、はい、はい、そうですねって社長が間違ってると思ってたって、あだけど自分が個人事業主になって今どう思うって、はい、許してきたっすね僕らって、だから今こうやってコメント欄書く人ってそういう人たちが多いと思う、それでいい、まあ、一生そこにおるならまあそんでいいけど、その会社とかじゃなくてね、はい、俺も社員でもよく、まあ、そこにおるんだったらいいよって、給料25万で、まあ、いいよって、俺中小企業だね20年勤めて、まあ、給料25万か30万ぐらいあって、はい、いいですって言うならまあ別にいいけど、まあ、成長しないとそれは人は使えないよね、そもそもその終身雇用でエスカレーター式に役職が上がっていくなんていうのは幻想だよね、それは。そうですね。そうそう。ましてや中小企業なんかそうじゃん。適材適所が必要だし。はい。だから、良い人が偉いとかじゃなくてね。そういろんな仕事があるじゃん。人もそうだろ。はい。いろいろやって、職人も、だってすごい大変じゃん。はい。だから職人っていうのはある程度毎日体を動かす仕事を、そんなあいつら頭使わせたらおかしくなっちゃう。ちょっとやつはどうでしょう、確かに、うん、であれがそうやって書類できる、見積もりもできる、あのお客さんもちゃんとねクレームになった時も動ける、全部やれる、クレームタイム全部できる、だったら営業も管理も事務もいらないんや、はい、だってこの職人と俺だけでいいんだから、そうですね、でしょ、はい、うん、だけど営業マン、現場管理マン、事務員、みんなサポートだから勘違いしてくるでしょ会社って、それだんだん自分たちがなんか中心におるような気になっちゃって。だけど中心は、まあ別に俺よく会社でも言うじゃん。お客さんは別に上じゃない。お客様じゃないって俺は思ってるから別に。はい、民間やってるから特に変な客もおるし、やっぱ。なんでこんなやつの家にならなあかんのってやつ売る必要ないと思ってるから、俺は。はい、ちゃんとね、きちっとしてる人と、どうもきちっとした仕事やってるのに、ちゃんちゃんことやってるやつおるじゃん。はい。お金ならないおるじゃん。はい、だからそのやつ別にお客さんだと思ってないし、うん、だから上にはいないけど俺は中心におると思ってて、それはみんなはそっちの方を向くべきじゃないのって、で職人さんも営業も管理も自分も本当はこっち側向いてないのかな、はい、だからその中心に職人さんがやっぱ一番周りお客さん周り集まってるから、見た時にやっぱ職人さんの後ろから援護射撃をしてあげるというかさ、はい、サポートしてね、あの食料を運んだりとか、うん、武器を運んだりとか、三国志で届いちゃう武器って何だろう、これ三国志はいですよ、はい、まあそんなもんね、あ皆さん、外気塗装のマッチングを今やってて、今この一般公開しますんで、あの一般の方も、まあ、こんな話した後に一般の人が、まあ、来るかどうか知らんけど、はい、一般の方も、外気塗装会社が450社ぐらい今も登録されてて、ブログ、施工事例も上げてます。なんで、ぜひ一般の方も、見に来て、で、今はもう本当に無料でやってるんで、変なマッチングサイトとか頼むと、もう本当に 10%、15%、20% って取られてるから、はい、それがほんでまた叩き売りみたいな感じなんで、なんでやってんだ、塗装。もう絶対できないから、1件や50万、60万とか。
本当にできないから、シーリングもやってね。いや、色塗るだけだとできるよ。はい。本当にできないから。はい。うん、だからそれをやっぱりやってる業者がおる。それにさらに20パー抜かれてるってことは、そこからね、紹介手数料だけで50万あったら、20パーあったら、10万円。で、40万円で収めなかったよ。うちらが足場自分のところで持ってて、足場まで自分たちで組んで、はい、塗装補正も自分たちでやって、シーリングも自分たちでやって、職人抱えてやって、はい、無理って言ってんだから、限界でも無理なんだから、無理ですよ。ちゃんと無理です。いや本当にそうですね。いや本当にそうだよな、はい、何人かかると思ったんじゃないって、はい、だからそういうでもね削り方は何ぼでもある。あ、はい、あ材料なんか1本2本なんかすぐ削れるし。そうですね、うん、だって職人が1人で3日削ったら、まあ、2枚で削ったら6枚だな、はい、2枚が高いやって思うかもしれないけど、ガソリンとか高速とか、ね、車代もあるし道具代細かい信頼代もある、ね、全部細かいものがあるからね。だから本当にね、まあ、この町も本当に無料で使えるんで、まあ、一部有料化していこうと思うけど、もう全然 2% ぐらいで、目標 2% ぐらいを考えていますんで、はい、ぜひそちらの登録もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ新しい新しい